20年に一度社殿を建て替える式年造替が行われている春日大社の若宮で、本殿を鮮やかな赤色に塗る本朱塗りの作業が公開されました。春日若宮の式年造替は今年5月から本格的な工事が始まり、屋根の吹き替えなどが進められました。今日公開されたのは本朱塗りの作業のうち上塗りと呼ばれる工程です。神社の建物に塗る赤色は水銀朱や弁柄などが用いられますが、春日大社の本殿と若宮には本朱と呼ばれる水銀朱 100% の顔料が使われます。作業は7年前の春日大社本殿の式年造替にも携わった小西美術工芸社の職人が行い、まず粉末状の本朱を煮川水と混ぜ合わせていきます。作業は力仕事でダマにならないように時々煮川水を加えながらおよそ30分ほど混ぜ続けると、とろっとした本朱が出来上がりました。そしてこの本朱を小ぶりなハケを使って柱などに丁寧に塗り、若宮を鮮やかな赤に彩っていきます。100% で塗るっていうそのお社は多分全国探しても春日さんだけなんだと思いますね。ですので、まあ、その朱の美しさですとかね、はい、またその時間が経つとどんどん色が変わりますんで、まあ、その辺も見ていただけたらなと思います。この上塗りの作業は今月下旬まで行われ、その後式年造替は漆喰の壁塗りなどの作業を行い、9月下旬までには完了する予定だということです。